こんにちは。日本一の霊能者塩の山ライオンハートの三枝クララです。いつもありがとうございます。今日は2023年3月5日です。今日はね、こうコメントいくつかいただいていて、こう聖書にね、昆虫食のことが出ているということで、ね、皆さんね、結構ね、聖書にこう興味持っていただけるようになって嬉しいなと思って、今日はね、こう聖書にこうコオロギ食のこと、昆虫食のことがなんて書かれているのか、聖書のね、世界を覗いてみたいと思います。まあ、それにしてもね、コオロギ太郎さん、こうやってね、虫食べたんですね。お気の毒に。この河野太郎さんっていうのは、こう政治家の4世、3世とか4世で、もう代々ね、こう野望を持って、こう一歩一歩、何代にもかけて一歩一歩こう政治の道を上り、ね、上げてきて、でそのね、末路がコオロギ食、虫を食わなきゃいけない野望って抱くもんじゃないしね、この家に生まれたばかりにこのね、虫を食べなきゃいけないなんてね、お気の毒な方だろうと思いますけれども、まあね、聖書では昆虫食のことなんて言っているか覗いてみましょう。この昆虫食のことをこう言及しているのは旧約聖書なんですけれども、それはどういう時代かといったら、まあ、出エジプト記のところですね。イスラエルの民が350年ぐらいかな、こう奴隷になっていて、それからこう解放される、モーゼが神様からこう啓示を受けながら、神様の応援を受けながら、こうイスラエルの民をね、エジプトの奴隷からこう救い出すっていうことが約3500年ぐらい前にあって、でモーゼはすごい大変で、もうこちら側ではイスラエルの民にね、もう奴隷生活ももう3代4代河野太郎さんみたいにね、なってしまっていたので、もう自分たちが奴隷だっていうこともわからないね。それで一方こちらは奴隷解放するために、当時のエジプトの王のファラオとこう交渉するんですね。で交渉すればするほど、ここのね、映画にもなってますけれども、ファラオがこう心をこう固くする。でもね、この心を固くするというのも神様がそうしたって言ってるんですね。でこの交渉の中で、このファラオがこのモーゼのこのね、交渉を受け入れない、そのたんびに神様がこのエジプトに唐の災いを起こしました。それが1、ナイル川の水を変える、2、カエルを放つ、3、ブヨを放つ、4、蚊を放つ、家畜に疫病を流行らせる、6、腫れ物を生じさせる、7、雹を降らせる、8、バッタを放つコオロギですね、9、暗闇でエジプトを覆う、10、長子を皆殺しにする。でこの唐の災いを今このファラオの子孫たちがこれをね、仕返し、もう逆恨みなんですけれどもね、これを今やっている。でね、いや、例えば私もまだね、全部解明できてないんですけれども、例えば1のナイル川の水をこう血に変える、これね、私たち今ね、水道が汚されています。もう水道にね、何が入ってるかわからない。それから2番のカエルを放つ、ブヨを放つ、蚊を放つ、ま、この辺はアポペン、この辺のね、のことではないかと思います。で、5番、家畜に疫病を流行らせ、もうね、3500年前にもうこういうことがあった。今ね、鳥インフルエンザとか、野生の動物までね、この蓄膿をされちゃっていて、もう3500年前に疫病を流行らせた、もうこの仕返しをね、今私たち逆恨みでされている。で6番、腫れ物を生じさせる、これまあエイズとか、それか帯状疱疹
のことではないかと思いますね。で、7番の雹を降らせる、この雹を降らせるっていうのが、まあ、人工地震とか人工台風ではないかと思います。で、8番でここでバッタを放す、いやいや私たちバッタをね食べさせられそうになっていて、もうね学校でも出し始めたり、伊藤忠の関係の、まあ、ファミリーマートとか、まあ、そういうところを出したり、それからなんか沖縄のね黒糖コオロギっていうのもね、もう非難合合でね、もうそこの黒糖絶対買わないとかね、あの大騒ぎになってますね。それから9番の暗闇でエジプトを覆う、これが私ね第3次世界大戦のことではないかと思います。それで10番の長子を皆殺しにする、今もことごとくね人口削減だけではなくって、もう子どもたちにもねこれを打ったり、いろんなね添加物で子どもができないようにしたりとか、あとは人々がこう中性化されて子孫を残さないようにしてる、まあ、これがね3500年にファラオがこう神から受けたことで、もうこの逆恨みをことごとく神の子である私たちに今しようとしている。で、もうこれでもねたくさんの命が、ね、消えていくと思います。それでこのファラオのこのね塔の災い、エジプトの、それでファラオが参った参ったと言ってエジプトの民をこう解放するんですけれども、でその時にみんなねあのモーゼに言われていて、もうチャンスがあったら逃げ出すからしっかりこうね備蓄するようにとかね、いろいろ、まあ、種なしのパン、日本でいうお餅ですね、そういうものを準備しておいて、まあ、それまでのこう民のこう強化が大変でしたね。で、こうチャンスが来た時にみんなでバーッとこうあのエジプトを旅立つ、これ私たちのね祖先の話ですからね。で、そこであの海を渡る、前は海で後ろからはファラオとかローマ兵が追ってくるという時に、モーゼがね神様から預かったアロンの杖をあげる、これが日本の桜のことと同じ遺伝子、これが海が割れて、でみんなが逃げると、で逃げ切ったところにモーゼがアロンの杖を下ろすと、バーンと海がこう割れていた海が元に戻って、そこでこうローマ兵たちが飲み込まれてしまう。で向こう側に着いたイスラエルの民がもう何も武器持ってないからね、小石を一生懸命投げる、これが節分ね、福は内ね、鬼は外、鬼は外で、私たちはこれをね節分にやっている。それでもうエジプトの脱出をこう成功した。でそっからがまたねモーゼのこう苦労が始まって、本当にこう苦労をしながら荒野でねこう幕屋を作ったりとかして、でその時に、まあ、そこそこ、まあ、そこで40年ぐらい暮らすことになるので、あの心がね奴隷になってしまっていたので、あの一人一人がねこう自分を取り戻すのにやっぱ40年ぐらいかかってしまっている。それで神様はねその荒野からなかなか出さなかったんですけれども、それでもねあの取材の民はこう神様のねお住まいとなるこう幕屋をこう大切にしながら、その時にこのレビ記ですね、今日の主役のレビ記、ここでレビ記はイスラエルの民が日常生活をどんなに隅々まで神の御心の下に置こうとしたかについて貴重なテキストです。新約をよく理解する上にも大切な書です。もう本当はね神の子がしっかりしてればこのレビ族もいらないんですけれども、まだねイスラエルの民ね、ちょっと今の私たちと同じ、もうちょっと目を離すとねハメ外すので、こういうねあの事細かなねこうモーゼのね言葉が必要となりました。それでお待ちかね、聖書に昆虫食なんて書いてあるのか、あの私が手元に持っている聖書から紹介したいと思います。持っているのは
このプロテスタントとカトリックが共同で訳した新共同訳と、それから命の言葉社で出しているリビングバイブル、それから私大好きなんですけども、フランシスコ会で出している聖書、この3つのところがそれぞれね、どういうふうに訳しているのか一緒に読んでいきたいと思います。まずはこの新共同訳からいきます。これはね、昔はカトリックはカトリック、プロテスタントはこうプロテスタントでのそれぞれのこう訳のね、聖書を持っていたんですけれども、まあ、一緒に手を組んでね、共同で訳しました。で、さらに今はこの新になっていて、私が今これ持ってるのは2013年なんですけれども、調べたところ今の最新版もこれと変わらないと思います。では読みます。レビ記11:20-23、羽があり4本の足で歩き、群れをなす昆虫はすべて汚らわしいものである。ただし羽があり4本の足で動き、群れをなす者のうちで地面を飛躍する者に適した後ろ足を持つ者は食べてよい。すなわちイナゴの類い、羽長イナゴの類い、大イナゴの類い、小イナゴの類いは食べてよい。しかしこれ以外で羽があり4本の足を持ち群れをなす昆虫はすべて汚らわしいのである。まあ、こちらではイナゴ以外のね、昆虫は食べたらいけませんよ、それは汚らわしいものだからねってね、こうね、河野太郎さんね、もう代々ね、政治家の家でありながら昆虫食を公衆のね前で、ね、食べなくてはならない、先祖はね、虫をね食うために政治家に出したんじゃないって嘆いておられることでしょう。次はこちらの命の言葉社ですね、こちらリビングバイブ、こちらはね、あの共同でね解訳しているのに対して、だからあのキリスト教用語とかもね、あのあるんですけれども、こちらはなるべくこう平たい言葉でこう聖書のね、初心者にも分かりやすいようにこう、まあ、ざっくりと優しく意味だけをこうね伝えるようにしていて、まあ、これも好きです。これも読みます。まあ、命の言葉社からリビングバイブル、私が持っているのは2017年、レビ記9:飛ぶもので四つ足のものは食べてはならない。しかし飛び跳ねるもの、イナゴの類は別である。イナゴ、バッタ、大イナゴ、小イナゴなどは食べて構わない。それ以外に飛ぶもので四つ足のものは食べてはならない。あ、ちょっとねパワポずれちゃいましたっていう感じで、まあ、こちらもね、イナゴ以外は食べちゃダメよって。 で次がフランシスコ会がねこう訳した、私が最も信頼しているこちらの聖書から紹介させていただきたいと思いますが、私がなぜねこのフランシスコ会の聖書を最も信頼しているかというと、こう聖書ってね、旧約聖書はヘブライ語とアラム語、まあ、イエス様ねアラム語喋ってたのかな、それで新約聖書はこうギリシャ語、まあ、そこでねこう外国人が入ってちょっとねエリートがこう読むものになってきていて、こういう言葉をまずはね、大体他の聖書は多分ね英語に訳して、英語を訳したものをこういうものにね訳したのがもう多分ね江戸時代とか一般的だったと思います。こちらはねちょっとわからないんですけれども、 どこまで英語だったのか、あの元の言葉、まあいろいろね研究はされていると思いますけれども、こちらのフランシスコ会のねはもうあの原文を忠実に訳しています。でこちらを読んでみます。レビ記の9:
20から羽があって4本の足で歩き、群がる者のすべてはお前たちにとって忌むべきものである。ただし羽があって4本の足で歩き、群がる者のうち後ろ足が高く折れ曲がっていて、それで地の上を跳ねる者はすべてこれを食べることができる。すなわちイナゴの類、ソルアムの類、ハルゴムの類、ハガブの類。しかし羽があって4本の足を持ち、群がる者はすべてお前たちにとって忌むべきものである。このね、フランシスコ会のこのね、羽があって4本の足で歩き、群がるものっていうのは注釈がついていて、昆虫のことだと書いてありました。それからこのね、ソルアム、ハルゴル、ハガブっていうのを調べたけど分からなくって、まあ、注釈の方ではヘブライ語だと。でこれを他のものと合わせ読むと、これがさっき言ったね、このソルアム、これらはこう日本語訳にすると羽のあるイナゴ、大イナゴ、小イナゴっていう意味だと思います。でこのフランシスコ会がね、このヘブライ語アラム語から直にね、こう日本語に訳したもので、もイナゴ以外は食べちゃダメだよっていう風にこう書かれています。それでこうツイッターでね、結構ね、賢い方なんですけれども、なんかね、なんか一個していて、どういう言い合いかというと、まあある方が聖書でね、イナゴ以外は食べちゃダメなんだって書いてあるのにね、こうやってねコオロギ出してるといや今まで聖書のみっていう今そうするとすごい増えてるんですけれども、今までね聖書見向きもしなかったんじゃないかなと思って、こういう時ばっかりね、こう聖書をねトランプみたいにしてね、こうのぎっこちゃダメだぞとかね。でそれでたらある方が、いやあなたはね日本語の聖書しか知らないから、英語がね堪能な方みたいで、英語の訳の聖書にはそれもねアップしてあって、聖書はバッタとかコオロギは食べていいって書いてあるって。それでねまたねこうバトルが激しくなってたんですけども、多分ね私がこの3つの聖書からも読んでみて、私が考察するのに、この英語の訳がこう言語からね英語に訳す時が、まあ、バッタコオロギとかね、まあ、ベンジョコオロギとかねややこしいから、その英語に訳す時に本来イナゴと訳すところをコオロギで訳し間違えて、それで今のね混乱が起きていると思います。それにしてもね、3世4世のね政治家の河野太郎さんが虫を食べているお気の毒というかね、まあ自業自得ですね。それでは今日も健康12か条に行きます。またね、すいません、今日ね3月5日付でまたこうバージョンアップしましたっていうね、どこを差し替えたかと言ったら、こう9番ですね。ここを梅とか重曹クエン酸水にしていたんですけども、私ねもう東大元暮らしでもう天然の塩、私もブログ時代からね、こう塩がねこんなにね騒がれる、注目される前からね、塩大事だよ大事だよって私言っていたのに、もうね時間が経って、私もこう天然の塩を取るのが自分が当たり前になってしまっていたので、もうすっかり忘れていたんですけれども、ここの9番にね天然の塩を入れました。それでね今特にねこう人工の塩がね出回っているので、本当にこれね気をつけなければいけません。それでこのねガンジーさんがおっしゃった言葉なんですけれども、空気と水に次いで塩は生命にとって
最も必要なものの一つだって。本当は私たちね、砂糖がなくても死がないけど、塩がなかったら死んでしまう。で、日本はね、もう CIA によってね、もう日本のね、塩田もね、もうみんなね、破壊されてしまって、これからね、塩も尊くなると思いますが、日本兵もね、いつもね、腰に塩を持っていた。もうやっぱ塩はね、悪霊払いにも使えますし、ここにやっぱ塩を入れました。しかも私ね、塩の山の預言者なのに塩を抜いていた、けしからんですよね。ということでね、皆さん天然の塩をね、たっぷり取ります。たっぷりって言ってもね、そんなにね、塩って必要以上に取れるものではないし、塩取らないと、私の世代ですとね、塩って足りないとね、すぐ足がつったりとか、そうするとね、これを放置しておくと、そういう体はね、寄生虫も宿りやすいし、お肉とか食べてもね、こう消化できなかったり、こういうものをね、補ってくれるのが天然の塩ですので、もうこれから生きていくのにも塩は欠かせません。だから塩を入れました。今日は聖書にね、こうコオロギ食、昆虫食のことがどう書かれているのかというのを、私がね、持っているこの3冊の聖書からそれぞれのね、訳を皆さんと一緒に読んできましたが、今すごいね、このコオロギ食についてね、皆さん心配されて、まあ当然のことですね。たぶんこんなね、便所コオロギ食べたくないしね。それかやっぱり私たちがこう拒否することもとても重要ですが、でもね、心配しなくって大丈夫。このね、コオロギ食はもう必ず失敗します。沖縄のね、黒糖コオロギ作ってるところも見ましたけど、こうやってね、黒糖とコオロギのこう粉を混ぜてるところ、もうね、従業員の方々ね、相当匂いで参ってるように、その映像からは見えて、いくらね、1000万2000万もらってね、生活のためとはいえ、やっぱりいずれはね、こうやっぱりこの匂いってね、人をね、狂わせる、ダメに、まあ、壊していくので、この現場の人間がね、この便所コオロギのこう匂いにこう耐えられなくなっていく。そうしたらね、必ずこのコオロギ食っていうのはもうこの世から弾き飛ばされますし、それからこことても大事なんですけれども、このやつらはね、聖書でしてはいけないっていうことをことごとくしている。これが永遠にね、続くはずはない。あとね、このレビ食でいろんなもの、あれは食べちゃダメ、これは食べちゃダメっていう食べ物と、私が調べたこのようなね、食べ物を食べたらがんになりやすいっていう食べ物がね、ほぼね、一致していたんですね。ぜひね、今ね、ネットでもね、聖書読めますから。でもこのね、フランシスコ会、これ重たいんですけれどもね、こちらもいいと思います。でもね、持ち歩けるのはね、こちらの新しい、こちらですね、新しい紙で作られているので、いい紙ですね。だからこうやってね、持ち歩けますし、まあ、いずれはね、こちらとこちら、今日みたいにどういう風に書かれているかなっていう時に、私は2冊持っていることをお勧めしていますが、ぜひね、まあ、今はネットでも見れるので、レビ記ではどのような食べ物を食べていい、これは食べてはいけないって言っているのか、これがね、私たちのね、健康にも大きく関わってくるので、ぜひね、読んでみてください。それからね、私このコオロギ食、もうみんなね、すごい非難合々怒ってますけれども、私そうでもなくってっていうのがね、このね、支配層がこの強引にコオロギ食を私たちに押し付けたことによって、
今まで聖書をもう開きもしなかった、もう興味もなかった。それどころか聖書ってね、キリスト教のもの、こうヨーロッパのものってね、こう食わず嫌いで聖書に見向きもしなかった人が、このコオロギ食のことが、こう昆虫食がこう聖書に載っているっていうことで、多くの人がね聖書をこう手にするようになった。だから私はね、もう災い転じて福となす、もうただじゃ起きないコオロギ食のおかげでね、また聖書の民がもうたくさん増えた。私はこうね、ラッキーだったと思っていますが、これね、終末の時代にイエス様が言われていることで、終末の時代はね、すべての民にこの聖書の教えが広まる、その時にこの時代が終わると言われていて、もうだんだんねカウントダウンですね。ここですよじゃあそれでは今日はこの辺で、ぜひねチャンネル登録をして応援してください。じゃあまたね、バイバイ、光あれ。首かしげる犬に見送られて、ララララ右手の恋はもう一度未来を描くのと顔かな、左手の恋は門出のたこ焼きになるといいな、はぁはぁ、たこ焼きたこ焼き、たこ焼き食べたら家に帰ろう、まんまるい心になって思い出そう、いつだっていつだっていつだって愛されてた。